もうさ、正義この流れでニョッキーからさ、あれ聞く、あの、初対面と今の、ああ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いろいろ聞いてみてもいいな。さすが提唱者、ニョッキーしか提唱者MBTI 言うな、お前の動画の印象からの、マジで会ってみた印象と、そして、もう慣れてきた時の印象みたいな、3段階みたいなやつが欲しい。はいはいはい、正義さんは、俺が導くからついてこいよみたいな。ああ、まあだからほんまのリーダーみたいな。本当に、まあ、まあ、リーダーやから抜かりのない完璧な。ああ、なるほど。そうだと思ってたんですけど、はいはいはい、会ってみたら案外抜かりあるという。抜かり。抜かりありました。抜かりあるよね。全然抜かりあるよね。可愛いとこあるんだなみたいな。なるほどね。愛せる部分があるよね。動画構成とかやってたからさ。やっぱりこう締めないといけないみたいなところがあって、うん、やっぱりそういうね見せ方にもなるしっていうところだって、はい、これはちょっとリアルな、そうだね、うん、まあちゃんと別に見せたいようにはなってんじゃない、それも最近ちょっと出してるし動画で、そうだね、ちょいちょい抜かりあるとこ出してる、そうそうそうこれだから第二章、うん、第二章は抜かりあるとこも見せていく周りがちゃんと育ってきてやっと見せれるようになったね、周りがちゃんとしてるから俺はできるようになった、ゆるく。2024年の正義の目標が子供らしく生きるですからね。まあそうだね、うん、じゃあちょっとターボさん、ずっといじられてるなと思ってましたけど、はい、いじられてるね、ずっといじられてますよね。あ、そうだね、サウンドバックというかサウンドバックサウンドバック、 ST のストレス発散要因でやってましたけどそんな風に見えるそうだ、まあでも俺らからすると意外全部のボケに突っ込んだな、俺実際もその通りだなオフでもね、オフでもずっといじられてる、そうだね、まあ確かに、うん、オフの方がいじられてるもん、最近って感じで普通にオフの方がいじられてる、だってあ、あの出勤部屋入ってきた瞬間からもいじられてます、確かに、あ、だからまあ俺が帰ってきたっていうのもあると思う、あ確かにな、ノリが激しいからね、毎回こいつが扉を開けるときに何を言おうか考えてるそんな準備までされて、そうそうそう、ちゃんと準備してパーって来て、今日はなんで来たん、いや来るやろだからそういうのもちょっとワンチャン撮っといてもおもろいかも確かにな、それしゅなんでちょメンバーシップとかです、今日はこう言ったらなんて突っ込むみたいなちょっとおもろいかも、確かに、え、結構さ、たつきとかもやるときやる、俺やるね、うん、で、そのターボ出勤した時のいじりしゅノリやつこそれいじったらもう俺もいじって止まんないんだよ、そうそうそう、ここでそう、もうこの2人なんだよねもういつもこの2人、おはようの前にいじりすぎ、そうだ動画で見るよりさ、かっけえ男だなって思わない、いや、かっこいいっすよ、マジで、それ思うっしょ、おぉ、めちゃめちゃ仕事するっしょ、いや、さ、めちゃくちゃ言いたくないっすけど、お、うん、正直、なんで言いたくはないけど、カーボーさんのブランディングあげたくないっすけど、あげたくないけど、あげたくないけど、実はかっこいいのこっす、うわー、最高点、編集の話になると一気にこう、人も変わるっていうか、うわー、今のね、動画のクオリティを見てもらえば、どんだけ裏でしっかりしてるかって分かると思う、ちょっとどん、俺人気になっちゃうよ、いやいやいや、お前は人気になるなるわなるだろ、人気にさせねえしなるわお前、俺もニョッキと一緒で一リスナーだったから、ああはいはい、そうだな、実際に会ってみると変にブランディング変えちゃうと本当申し訳ないんだけど、とにかくみんな優しい、うん、いや別に動画厳しいキャラでやってないいや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 、特にななんていうの、タツキとかもそうなんだけど、うん、まあ俺あのその動画制作の授業、タツキは本当に面倒見よ、いやそうだよ、タツキなんて一番ですよ、人の面倒見がめっちゃ、本当に面倒見がいい、例えば俺が資料作っててもこういうとどうしたらいいかなってなった時とかでもずっとそばで考えてくれる、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃない、あ、でも俺もこうしたいんだよねって言うとそれにも寄り添ってくれるから、ちょやめろ、人気出るマジでやめろやめろ、おいやめろ、本当に出るから俺は大丈夫、落とすからね、うん、いや、俺は本当に出ちゃう大輝いいっすか、大輝、うん、この間北陸の出張、うん、行ったじゃないですか、明け方に帰るということで、まあ、ちょっと休憩してこうってなったじゃないですか、はい、休憩してる
時に私運転して帰りますよって大輝に言った。そしたら、あ、いいよ、お前後ろで寝てて、いいか、ケイトずっと運転してたから後ろで寝てていいよ。あ、大輝が言ってくれた。大輝が言ってくれたの。この話続きがあって、で、まだあげるの。で、1時間ぐらいちょっと仮眠取らせてもらったんですよ、はい、で、もちろん大輝も一緒に仮眠してて、大輝が起きた瞬間、ごめんケイト、運転変わって落ちてきた。あるそれ。あ、落ちちゃった。運転変わってある。眠くなっちゃったんだもん。最終的に俺が帰ったら眠いからね。結局2時間ぐらい運転するっていう。最初より多くなっちゃった。ノリに関しては常に気にかけてくれるっていう。例えば俺が入りたての時とか、でも弱い、でも弱い、今なんか困ってることあるとか、なんか S に入って入りたてってノリもそうだと思うけど、わかんないことすらわからない。わかんないです全然。それをいちいち聞いてくれるっていうやつですか。初めての人たちはその不安かなと思って俺は話しかけてますよ。いやでもそんなに言わんでも伝わらんよ。しかも自分であげてる感じよ。スンスン、もうええお前、自分がスン喋りすぎなんだ。ガイガイスン、今ダサい男で、今ダサい男、普通にダサい男。まるまるない人1位とか決めてもらおうよ。あ、確かに。この2人に、あ、映像で見てた印象とギャップが一番違かった人。あー、これ気になるね。いい質問。両両門両門。せーの、大輝。うらー。大輝なんだ。大輝なんよ。まあまあ、そうなんだ。確かにそうだ。それ意外と思ってたよりしっかりしてる。そう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 。いや、しっかりはしてないわ。なんで上げようとしたのに下げたの。しっかりは。ポンコツなんだけど。やっぱり優しいって言ってた。あー、意外と意外と俺はそっち意外と一番人間味あるよね。あ、確かに確かに。喋らないゾーンあるじゃん。うん、ある。まあ、そう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 。あのガタイで喋んないってバカ怖いんですよ。だからそれはもうほんまに業務をやってる時やね。そう、ほんまに真面目やから。そうそうそう、仕事してる時や。そうなんや。そうそうそう。いやでも本当優しいし面白いっすよ、マジで。普段マジで変わらんのは俺1位タツキやと思う。俺いや、いやないと思うっすよ。え、だよね、ヨッキが言ってる。マジで。じゃあノリ結構合ってんの。どこまで行ってもお兄ちゃん感はあるよ。そうで、あーターボに関してはちょっとスイッチ入れようとするの。うん、ある。こういったスイッチ動画あるあるある。あ、なるほど。あ、動画のスイッチか。そうだからそことも嫌だもん今の話。あーって考えたら普段の方がおもろいのに逆になんかエンジン全開にして滑ってんの。それはある、それはある。普段のが面白いのはある。あ、ほんと。どっちも知ってるからこその意見ですけど、クソ、クソ新米になんかアドバイスクソ新米ね。俺もすごい真摯に受け止めた。10年目だから10年目。意外と優しかったのに。意外と優しかった。意外と、もうだからもうそもそももう大輝、大輝、歌舞伎。最初がそうでもないっていう印象じゃないといけない。なんか動画との優しさ差が一番大きかったけど。差が一番、ね、みんな優しいっすけどね。せーの、さつき。正義さん。おーおー、はいはいはい、はい、あ、ここ分かれるんや。いや、まあ、けど、大体ここじゃない、うん、普通に考えた。いや、僕もここで迷いました。うん、だよね。いや、俺、たつきの理由は正義は、俺からしたら正義はもう置いてる。いるわけない、ケイトの選択肢にいるわけない。俺の中で正義はいないから、選択肢は。あー、そうか。って考えたら、知ってるはずだ。それこそマネージャーとしてまあ、もっとこうした方がいいよっていうアドバイスをもらったりとか、その映像制作の方でももっとこうした方がいいよっていうのを本当にドストレートに厳しく言ってくれる。変に優しくしてくれようとかじゃなくて、正義も前言った通り本当に厳しいことを言ってくれる人が俺のことちゃんと思ってくれてる人っていうのはやっぱりあるから、それやっぱり一番はやっぱりタツキかな。でもそれで言うとこのグループ厳しく言うと俺が一番かも。まあそうだね。日常のラインとか普通にお前喋んなとか言うし、静かにしろって。今日もなんか LINE でなんか住所教えてたの。で、新しいから家が住所がまだ出ないんだ。だから近くにお店があるからそこのお店の名前を言ったらいいよって言って、そういうアドバイスをしたらなんか静かにしろって。だって違うんだよ、その前前日にお前住所を送ってんじゃん全体 LINE。 送ってる。いらねえのよその情報。
言いすぎやこれですタクシーってナビついてるから皆さんこれですよこれですだからねケイト変にバカだからそうケイトね変なとこで周りくるの分かるそうそう分かる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 分お前何質問してんのか分かんねえんだよ。まとめろよ。だからいやいや、電話の第一声、お前、マジ、くそっ。うわっ、マジでうざかったね。わけわかんねえことを3週ぐらい聞かれて、言ったじゃんみたいな。なんで電話しなきゃいけないのみたいな。絶対ミスりつけてる。まあ、確かに当たり前に。プレッシャーが違うから。ということは、成長どっちが早いかって言ったら、俺らの。俺がリーダーだみたいな。俺、絶対成功みたいな感じなんですけど。感じだと思ってたんですよ、うん、ですけど意外とその優しさも交えて その指導というか結構サポートしてくれるみたいなサポはいはいこうしたらいいんじゃないかとかだから要はみんながそもそも多分優しいイメージで俺だけちょっと厳しそうなイメージだったと思う、そうだね、うん、無駄なことしないからとりあえずまずそのプレッシャーを与えてやんなきゃなっていう気持ちにさせられて、はいはいはい、でその後はもう改善策をいっぱい出してくれるから、はい、そうだから結構寄り添ってくれる方だよね、うんそういうことだね。いや、寄り添うか、正義。正義って答えバンって言って終わりだと思う。俺もさ、付きがあったでしょ。で、それが分かんなそうだから俺が助言してるイメージ。いや、昔より寄り添ってます。あ、そう。あそれは昔よりは。昔も修羅の時代はもう、遠投120メーターぐらいのところに投げて、お前取ってこいみたいな。お前この言葉で、お前分かれよ、みたいな。確かに。辞めてから、うん、あのリーダーを経験してあ正義の凄さを分かって、あそれ言ってたね、いや言うよなって、うん、それってなるほどねあの遠投 120m こういうことね全然今フリスビー取ってこれるうわっ